この章では神経発達症のうち発達性協調運動症とチック症室温症についてご説明させていただきますまず発達性協調運動症についてです皆さんあまり聞き慣れないかもしれませんまず協調運動症っていうのは何なのかっていうことの説明をします 協調運動症とは目と手とか手と足とか一つの場所だけではなく複数の場所を同時に動かす運動になりますまたは複数の動作が組み合わせている運動も協調運動になります協調運動は大きく分けて2つあります1つ目は素材運動 2つ目は微細運動高知運動ともいいます素大運動については大きな関節を使う動作バランスをとったりあるいは姿勢を保つことが粗大運動に含まれます例としましてはドリブルをするとかボール遊び自転車に乗るそういうのがあります 学校生活ですと、体育が大きく関わります。もう一つの微細運動は、手や指を使った細かく精密な動作のことで、それは日常生活で多く使います。例としましては、箸を使うこと、靴ひめを結ぶことなどです。 発達性協調運動症があると生活でいろいろな不都合が生じてきますで示した中で全て当てはまる人もいれば一部だけ当てはまる人もいますただし一つだけでもとても苦手ということになってくるとその人の苦労は非常に大きくなるということは十分にありえることだと思います 次にチックについて話しますチックは本人が意識せずに突然起こってしまう素早い体の動きや発生です多くの子どもは一時的に現れますが脳が成長するにつれて出現は減少します困った状態になっているとチック症といいます チックには、運動チックと音声チチッッククがあります。運動チックでは単純性と複雑性があります。音声チックでも同じように単純性と複雑性があります。複雑性は話す内容が高度なためにわざと言っていると誤解されやすいです。運動チックと音声チックの両方が 1>, 1年以上あるときにトレッド症とされますがチックで本人が苦しんでいることが少なくありませんまたわざと知っていると周りに誤解されることが本人の苦しみをますます増やすことになります続きまして喫音症の説明です自分の思うようにスムージーに話すことができない状態 を喫音と言いますそれで質音によって会話が困難だったり本人が会話に苦痛を感じているときに質音症と言います音にはいくつか種類があります。音や語の一部を繰り返したり語の一部が伸びたり言葉を発するときに詰まるというものです。 き音だけなら何の問題もありませんが、からかわれたり、普通に話せないっていうことが苦痛になると、自分は劣っている、恥ずかしいという思いにいたり、き音を隠して言葉を発することを避けてしまうこともあります。また、話さなくてはいけないような場所に行けないというふうにまでなることもあります。この章では、 運動面で困っている発達性協調運動症とチック症き音症についてご説明させていただきました。